皆さんこんにちは、道楽です。こちらの2本のリーバイス覚えてらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。このねチャンネル道楽三昧チャンネルを始めた初期の頃に上げさせていただきました私くしの動画、多分私のチャンネルの中で一番皆さんに見ていただいている動画だと思うんですけれども、原稿ラインこそリバイスっていう風なタイトルの動画なんですけれども、そちらでご紹介させていただいた2020年頃ねアメリカのアマゾンで購入した517と501になります。まるっとね2年履き込んできまして、それの経過を報告させていただけたらなと思ってます。とは言ってもね、この色の違いを見ていただければ分かる通り517の方については、これよりも今ウエスト36になってますけども、これよりもワンサイズ小さいウエスト34っていうのをもう一回買い足してですね、この2年間どちらかというとそっちを多く履くことが多かったり、あとこれまでの動画であった通り80年代であるとか90年代の最後期のアメリカ製の517であるとか、あとは、ジャラーナさん、現行の517なんですけども、ジャラーナさんが岡山の五種加工の会社に別注で出した517ですね。そちらを多く履いてきていたので、あまりね、こっちの517は履く機会が少なくて、見ての通り、色落ちが少ないっていう状況にはなっているんですけどもね。でそれに対してこちらの501はがっつり履き込み、例えば100日連続とかね3ヶ月連続とかそういう履き方はしていないんですけれども、まあ平均すると週に2回ぐらいで、2年間の間に洗ったのは10回ぐらいかな。本当にもうこう夏場のねベトベトしてダメとかっていうぐらいな時には洗うという感じですね。で、洗う時の洗剤はデリケート洗いね、デリケートなそのなんていうんでしょう、おしゃれ着洗いの洗剤ですかね、 MR とかアクロンとかああいうのを主に使って洗ってきた501になります。ということで、まあ、こちらがエジプト製でこちらがニカラグア製で製造国も違うので、もしかするとデニムの質も違うのかもしれませんが、今回はこちらのね501の方が、まあ、こう洗いのね、洗いといいますかこの2年間の履き込みのあたりとか含めた結果がね顕著に現れているので、こちらを見ていきたいと思いますね。まあ見ていただいた通り相当明るい青になってきました。で一応前がですねこんな感じ、うっすらとねこうひげが出る感じですよね。あとは、右ポケットに車のキーを入れたりするので、ちょっとこちらの方が左よりも薄くなってたりとか、あと、まあ、そうですね、しゃがんだりした時の、シワの癖があってですね、この辺り、この辺りですね、とこの辺りとかがちょっとまあ多めに色が落ちてる感じになってますね。で、裾についてはこんな感じ、これはもうレングスは縮むことを想定して買っているので切ったりしてないオリジナルのままですね。もうこういう風にしっかりパッカリングが出てきています。でこの現行の501はセルビッチではないんですけど、ここのねロックミシンの目が込んでいて結構硬い感じになってるんですよ。結果としてねちゃんとこれ開いといてあげると、ここのねこれ割ってホストに洗濯のした後ホストにきちんと割っといてあげると、セルビッチと同じようにねこれうっすら入ってきてるんですけど、このようにうっすらと入ってきてますが、こう割ったこの布のねラインがセルビッチと同じようなのが出てくるんで、ぜひね現行のラインを、ご購入になった場合はここねこれねちゃんとね洗濯するときにきちんと広げてあげて、ここのねあたりがセルビッチと同じようなあたりが出るようにちょっと工夫してみてください。でお尻の方かな、前はこんな感じだもんな、お尻の方こんな感じ、
まあね、お尻つくところはよく落ちてますよね、こういう感じで。ただね、やっぱり普通に履き込んで、履き込みっていうのをやっていないので、 もしくはそののり付けとかね、やってないので、あのバッキバキの蜂の巣みたいなのはもう出ていません、ね、ちょっとまあうっすらこう、なんていうんでしょうね、こうもやもやっとしたものはあるんですけど、バッキバキに出るようなことにはしていません。もうあの、なんていうんでしょう、そのヒゲとか蜂の巣とかをその強調したジーンズのなんか履き方っていうのじゃなくって、もっとこう自然に、うん、気楽に行こうよ、アメカジっていう、なんかこうね、アメカジを突き詰めた方にしてみれば、あ、甘いこと言ってるっていうことになるのかもしれませんけれども、私なんかに言わせてもらえれば、それはちょっとあまりにもマニアックすぎて、もっとね、裾野を広めるって意味で、別にもっとゆっくり好きなようにやっていけばいいじゃないかっていう風な感じで思っております。ですので、履いて履き込んで、当たりをつけて、うんぬんっていう風なことはしていないです。もうごく普通にローテーションの中で、週1回とか2回履いて、で、あまりにも汚れてきたなと思ったら、デリケートな衣料を洗える比較的洗浄力の弱めの洗剤で洗うということの繰り返しでしたね、この2年間で。よいしょ、これこのデニムのコットンの生地はおそらく、まあ、最新の技術で、糸をね、あの防石していると思うんですけども、おそらく空防芯っていう、空防芯って言って、あの空気の渦、竜巻みたいな渦を使って糸を寄るやり方っていうのが、80年代以降なのかな、出てきているんですよね。オーベルジュさんの方だったかな、あのブランドでありますよね、あのいろんなヴィンテージをこう研究されて復刻されたりしてる、ブランドで、オーベルジュさんってあると思うんですけども、オーベルジュさんが解説されてたのに、ヴィンテージと、まあ、現行のデニムの一番の大きいところは、あの染色もそうなんですけども、染色がね、あのインディゴの染めるのに、まあ、あの環境問題に配慮したものになってる とそれ以前のものっていう問題もあるんですけれども、一つはその綿の糸の防石の仕方が、コーマ糸からオープンエンド、つまり昔ながらのその節でこう、なんていうのね、繊維とかをこの方向性を決めたりとか、長さをこう、調整し、あの調整っていうかね、選んで、出来上がった糸に対して、空気の渦でガーッとこう前、一気に、寄ってしまう糸の使わ、糸の違いによって、あの縦落ちであるとかっていうのが出てくるんじゃないかなんていうふうに言われてたんですけども、まあ僕はね、そんな専門家じゃないので、その専門家の方がそういうふうに見解をされてるのを見て、ああそうなんだと思って見ていたんですよ。で、その空防、空防紙っていうんですかね、要は空気の渦で糸をねよじったものの特徴としては、ドライタッチである。よくね、US コットンはこうドライタッチでざっくりしててって言いますけれども、それってね、別にアメリカ製のコットン、綿かだからそうなるっていうんではなくて、糸の防石の仕方でそうなるらしくて、で実際コストコの T シャツね、パックティーはあれコーマ糸って言って、要はコーマっていうのはコームのこと、コームっていうのは櫛ですね、節を通して綿花の繊維を伸ばしたり、整えたりして、でその上で寄ってるっていう昔ながらのやり方をした糸を使って、で編まれたメリヤスで作られた T シャツなんですけども、あれは比較的そのなんでしょうね、肌着っぽいこうしっとりとした滑らかな昔ながらのそのコットンなんですよね。でコットンというか綿の 100% の肌触り。でそれに対して最近の例えばユニクロ U のクルネックの T シャツであるとか、あとはそうですね、ユナイテッドアスレさんであるとか、
そういったところの T シャツに関しては最近の、ね、表現である、ざっくりとしたドライタッチのっていう表現がありますけど、あれは全部ねオープンエンドって言われている、要は空防止って言われる糸で、空気でねガーッと一気に、寄っていくやり方でできた糸みたいなんですよ。でその、違いがあって、でその糸の違いが要はヴィンテージのデニムと現行デニムを大きく分けている、その味わいのね分けているっていう差になっているんですけども、こちらがね、話が長くなりましたけども、でこちらにあげるこちらのデニム、こちらは確か95年のもうねプリントがだいぶ消えてきちゃってるんですけど、多分ねここに049532と書いてあるので、95年の4月か、第4週かのどっちかなんですけど、多分95年4月だと思うんですけどの501なんですけど、この頃のもう最後の頃のアメリカ製メイドイン USA の、501って洗っていくとね、なんかこうボコ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 、なんて言うんでしょう、こう鱗みたいなこうあれが出るんですよね、模様が。これ分かっていただけますかね、なんかこうなんて言ってんだな、こう斑点みたいな感じの色の落ち方をするんですよ、ポコ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 ね。ところがこれ原稿なんですけど、あ、まあこの辺ちょっとね、そのそれっぽいポコポコが出てるんですけど、でもねこっちに比べると、こういった色の落ち方ね、こういった色の落ち方に比べると全然こう、なんて言うんだろうな、いわゆるヴィンテージの縦落ちに近いような色落ちの仕方をしてるんですよね。もちろんね、貝原とかの、古いね、機織り機というか、その、ね、デニムを編む、機械で作られた高級デニムなどとか、あとはユニクロさんの、ユニクロと貝原さんの共同でできたやつであるとか、貝原デニムの縦落ちなんかに比べると、まずそもそも色が落ちにくいですし、その縦にね、こう雨のようにこう降る線の数も少ないんですけども、意外と90年代から2000年初頭のね、最後のアメリカ製の頃の501よりもヴィンテージのようなこう縦落ちっぽい落ち方をしてるんじゃないのかなっていう印象を私は持っています。なので、まあ、ヴィンテージは買うのは高いよと、で貝原デニムもいい値段するよねと、で501のシュリンクトゥフィットのリジットから自分で育ててみたいなっていう方にとっては、現行のねこのリーバイスの501のリジット0000っていう型番ですけど、これもしかするとおすすめかななんて僕思ってます。確かにね、復刻版のイッツリジットとかそういったやつとかメイドイン USA とかねありますよ、うん、いいものだと思うんですよ。ただね、お値段ほど、その差額のお値段ほど、本当にいいのかなっていうのが正直な印象ですね。またあれって期間限定の企画ものみたいなもので、その時にしか手に入りませんから、これがある程度育ってきたら、次もっと濃紺の濃いリジットに近い状態の501で、もっとこれがね、履いて、色が褪せていた場合っていうので、まあ、例えば3パターンの501、同じものでね、同じ型番、同じ時代のもので、作って、ね、育てていって、で、上に合わせるもの、その今日のそのシチュエーション、着ていく服を着ていくシチュエーションであるとか、小物であるとか、周りのものとのその、コーディネートによって淡いのから中間から濃いのからっていうのを選べるんですけど、
いつリジットみたいなああいう企画もの復刻ものっていうのはその時しか売っていないので、そういうこう育てながら順々にこう濃度の違うデニムを揃えていくってことができないんですよね。ですので僕はレギュラーものを使っていくのが一番いいんじゃないかなと、育てていて面白いんじゃないかなというふうに思っているのでございます。で今年はね、なんかデニム復活っていうことでユニクロさんなんかもね、わざわざ桑田佳祐さんを、フィーチャーして、CM を春先打ってたりとかしましたよね。で、あのデニムの、まあ、シリーズで、見てとか新作を見てると結構ワイドシルエットで、かつ、もっとこれよりも色が落ちてる、さっきの90年代のこちらよりもさらに色がでしょ、これよりもさらに色がね落ちてるような、で相当こう洗いのかかったデニムが流行りそうな感じですよね、ユニクロさんとかそういったところのこう見てると。で私がじゃあそのユニクロさんのデニムを買うかっていうと、基本定番アイテムを、買っている私としては多分買わないですね、あれがああいったものが欲しいっていうのであれば、多分僕はジャガーナさんが岡山の工房にね、岡山の工房に洗いをこう備中しているラインがあるんですね。このレギュラーの501であるとか517を専門の業者に出して、洗いの業者、岡山の業者に出しているシリーズがあるんですけれども、そちらのウォッシュ、カリフォルニアなんとかとか言ってたかな、とかあれがね結構いい感じなので、あれは1本持っておきたいなと思ってますね。ジャストサイズにするか、ワンサイズか普通サイズぐらいちょっとね大きめにするかっていうところが迷ってはいるところなんですけれども、501であればね、いつの時代も履いてもそんなにこう何て言うの、時代に乗ってるってわけでもないし、時代から遅れてるってわけでもないし、まあ、定番のいいところですよね。時代遅れにもならないし、トレンドに乗っかってるっていうわけでもないし、いつの時代に履いても変わらないっていう、まあ、だからね定番アイテムを僕が買い進めているといいますか、買ってストックしているっていうのはそういうところにあるんですけれども、エコでしょ、最近流行るの SDGs って言うんですかということで今回はこの2年前にアメリカのAmazon.com で買った現行のアメリカ流通のリバイス501と517の2年後の経過状態を報告させていただきました。道楽チャンネルではこういったアメカジのアイテムであったりとか、古着の話であったりとか、プチプラの話、そしてこういった60年代70年代80年代の頃のフィルム時代の一眼レフ、それもオートフォーカスじゃなくてマニュアルのね一眼レフのレンズを使ったオールドレンズの遊び方であったりとか、ガジェットの話であったり、ドライブ動画であったり、大人のね男性の方に興味を持っていただけるような情報を発信しております。もしねよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。